大阪来るならうちに来てね、おります、サインくださいね、は僕どういうタイミング、どういうスケジュールで大阪に行くのかもわかんないんで、はい、すいません。最高裁がワンセグでも地震量支払いが必要という判決を出しました。西村さんはどう思いますか。うん、ワンセグの携帯売れないよねあのね、日本の裁判所って基本的にはその法律に従って判断をするので、その法律が間違ってた場合は最高裁も間違えるんですよ。例えば皆さん iPhone 買うじゃないですか。で iPhone 売れてもアメリカの Apple っていう会社が儲かってよかったねって話なんですよ。でワンセグって基本的には日本にしかないものなので、まあ、正確に言うとブラジルも同じシステムを使ってるんですけど、国の方ね。ただブラジルに日本の携帯売れないので、ワンセグ携帯って日本のメーカーが日本人のためにだけ作ってるものなんですよ。ほんでワンセグ携帯を持ってるだけで毎月毎月 NHK にお金払わなきゃいけないってなると、もうワンセグ携帯を買うような日本人いなくなるんですよ。そうすると日本人のために携帯電話を作ってるメーカーは売り上げが下がって、日本人のための携帯を作らなくなるんですよ。でそうすると Android の携帯を売ってる韓国だったり、中国のハーウェイだったり、 Apple のアメリカの携帯っていうので、外国の会社の携帯電話の売り上げに全部行くんですよ。なので日本のその日本人が作る日本人のための携帯電話っていう市場を完全にぶっ潰すんですよ。なので長期的に考えたら僕はそれは間違ってると思うんですよ。だって日本人が買うものを日本人の会社が作ってぐるぐる回した方がいいじゃん。そのサムソンの携帯買って韓国にお金払ったりさ、ファーウェイ買って中国にお金払ったり、アップルの金買ってお金払ってもしょうがないじゃん。でも最高裁のは法律上に従って判断するしかないから、そういうことになったので、日本人って本当にこうお互いに足を引っ張って潰れていくんだなっていう感じで見てます。はい、皆さん頑張ってください。センター試験の点数を受けてたら教えてください。覚えてないっす一回受けたんですけど覚えてないっす。はい、ひろゆきさんが生きてきた中で一番闇が深いと思った出来事は何ですか。闇？闇でもないけど、どこだっけ、インドだか南米だかで、なんかその強姦をした犯人がこの村にいるぞみたいなので、完全に誤解された人が捕まってボッコボコに殴られて、その後生きたまま火つけられたみたいな事件が最近あったと思うんですけど、すげえなって思いました。はい、今の経験だと就職は民間企業と公務員どっちがいいですか。公務員になれるんだったら公務員の方がいいと思います。公務員に一回なった人ってある程度まともな人っていう判断をされるので、民間企業に行くときでも転職しやすいんですよ。結局民間企業だろうと公務員だろうと、まあ長く続かないパターンの方がいいわけですよ。上司がクセ野郎であるとか、給料そんなに高くないとか。なので転職っていうのはある程度視野に入れた場合、民間企業と公務員っていう履歴だと公務員の方が転職しやすいです。コンクリート住宅設計を富山でしています。東京から問い合わせが多くて東京支店を出すか迷っています。どう思いますか。東京支店を出してください。ただし東京支店を出すときにスタッフを置く必要はないです。住所貸しサービスって東京いっぱいあって、住所と電話番号と郵便物を受け付けて転送してくれるサービスっていうのがあるんですよ。なのでそういうのを使って東京に支店があるかのごとく電話が来たら東京支店ですって言って、普通に富山で対応して、でじゃあ営業必要でしたらお伺いしますって言って、富山から新幹線乗って東京来て、で営業に行くっていうのをやると固定費がそんなにかからないので、そっちの方がいいんじゃないでしょうか。フリーランスで営業の仕事をしています。個人向けにも法人向けにも商材も様々なものを扱っていますが、これからはどんなものが残っていくのか、またはどんなものが影響できるでしょうか。うわ、ふわっとしてる楽天とかアマゾンで検索して出てこない商品の方がいいと思います。結局検索してくる出てくる商品だとその価格と比較して叩かれちゃうので、別に建材とかでも同じなんですけど、でもうちょっと頑張ると中国のサイトとか行くと、日本でその商品を卸している会社でも実はこれの OEM じゃんみたいなのがあったりするんですけど、最近だと富山かなんかで、ね、トモスライトだっけ、なんか富山かなんかの会社で、そのうちのそのなんか懐中電灯がアマゾンで売るとなんかすごい悪評がついてうんぬみたいなのがあったんですけど、あれって結局人たちも中国の会社から仕入れて自分たちのシール貼ってるだけなんですよね。
なので、ちゃんと調べると全く同じものを安く買えちゃったりするんですよ。っていうのがあるので、その、検索してそういうのが調べられないような商品っていうのは使った方がいいんじゃないでしょうか。白がなくなってる。なくなってはいないね。今後一眼レフは廃れてミラーレス一眼オンリーになると思いますか？思います。まあ僕も一眼レフ派なんですけど、その、地面スレスレのところから画角で写真を撮りたいっていう時って、一眼レフできないんですよ。まあ地面張ってもいいんですけど、あとじゃあその、ものすごい高い位置からこう写真を撮りたいっていう時って、こう上に一眼レフ上げて、ミラーレスだとこう未来から出せるわけじゃないですか。で、その一眼レフとミラーがどう違うかっていうと、その視野角とその視野の何パーセントかなんですけど、そこら辺って技術の問題で解決しちゃうので、結局そのミラーじゃなくてもいいよねっていう状態になるのは時間の問題だと思います。あらゆるマニアのためのマニアバーを作ったら流行ると思いますか？思いません。あらゆるマニアのためのって言った時点で、それはもうマニアのものではないんですよ。例えば、じゃあ、ロリコンと熟女マニアが同じ場所に座っても会話は成立しないじゃないですか。なので、マニアってバッティングするんですよ。なので、その、熟女マニア好きだったらもう熟女マニアだけが集まるような店とか、ちゃんとマニアだけが集まるから、ここで話をしても、その自分と同じ価値観の人しかいないよっていうのを作るんだったら、マニアバーは成立すると思います。なので、欲をかかないで、きちんとカテゴリーを決めた方がいいと僕は思います。はい。メンタリストの大悟のニコニコチャンネルはなぜあんなにうまくいっているんですか？大悟さんが優秀だから。プロモーションを YouTube でやって、そこで課金に関してはニコニコ流すっていうのを地道に考えてやってるので、あの人は頭がいいからうまくいってるので、あれは真似できないです。下手に真似しようと思わない方がいいです。ひろゆきさんはフランスにいるときはフランス語と英語をほとんど話しているとのことですが、現地の人とどういう機会で知り合ったりするものでしょうか？別に知り合わなくても会話はしますよ。結構通りがかりの人で話をすることって、日本は少ないんですけど、他の国って、まあ、アメリカとかもそうなんですけど、通りがかりで普通に会話することってあるんですよ。なので、そういうのがちょこちょこあったりしますよ。で、会社勤務なのではないでしょうから、趣味や紹介なのですか？道歩いてたり、スーパーのおばちゃんとかだったりと話をしています。私も海外在住と同じような生活するんですが、あまり知り合う機会がないので参考にさせて、僕なんか友達作りたいとか、知り合い作りたいとかあんま思ってないんで、その、道端で、話しするぐらいで十分だと思っちゃってるんで、はい。転職して間違いなく午後5時に上がれる仕事に就くので、HTML と CSS を学んで、クラウドワークスでコーティングして副業しようと思うんですが、新参者でも副業として成立すると思いますか？新参かどうかはわからないので、成立すると思います。前職が営業の文系だったので、畑違いなので、別に前職が何なのかみたいなことで判断することはないので、とりあえず同じようなラインで、うまく仕事を取ってる人の文章をコピーして、注文が来たら、きちんとその注文に真摯に答えてれば、あ、この人いいやつじゃんっていうので、次の注文につながるんじゃないでしょうか。自社開発のアルバイトと技術者派遣の正社員、どちらの IT 企業がおすすめですか？ざっくりすぎてて、自社開発のアルバイトの方がいいかもしれないですけど、正社員の方が、休んでも給料をもらえるのと、履歴書に正社員って書いた方が、転職するときは便利なので、ちょっとその、自社開発の事業によりますね。あれ、この人2回払ってる？ごめんなさい。エンジニアなのです。プログラミングに苦手意識があります。特に抽象化やインターフェースなどの概念を理解できるんですが、素振りをしようと思うと手が出ません。素振りってなんだ？インフラが好きでそっちで食べていくのもありなのですが、プログラミングは、まあでもその、でも抽象化とインターフェースが分かるんだと、あと何が分かんないの？素振りって何？で、その、なんだろうな、コードに落とし込むときって、もともとその、クライアントがやりたいものを、コードに落とし込めるフローチャートだったら概念にしなきゃいけないので、そこが苦手なのであれば、ネットワークの方に行くっていうのは全然ありだと思うんですけどね。ネットワークって要件がすごいかっちりしてるんで、これだけのアクセスが来ます。これを処理にするには、どういうハードウェアとネットワークを作ればいいですかみたいな話なんで、そういうの向いてないんだったら、ネットワークエンジニアになった方が安定かもしれないですけどね。明日朝早いの眠れないどうしましょう。嘘だろ。この名前からして。動画閉じる以外でひろゆきさんを快眠するために何か気にかけてる？僕は眠くない時に寝ないんですよね。だって眠くないんだもん。
で、今日僕その13時から打ち合わせがあったんですけど、起きたのが15時40分だったんですよ。で、その前の日12時ぐらいに寝たんで、まあ12時間寝たとしても、その1時間余裕があるから大丈夫だろうと思って、目覚ましちょっとかけなかったんですけど、15時間寝たんで、ちょっと自分でもびっくりしました。はい。年取るとなんか長時間寝れないとか言うじゃないですか。あれ嘘ですよ。年取ってもやっぱ長時間寝ますね。はい。そこまで言って委員会の人たちって全体主義主張強めだから僕にちょっと息苦しいと感じます。そう感じるのは利己的で良くないってことですか？すいません。そこまで言って委員会は僕は見たネット越し以外見たことがないので、あまり詳しくないんですけど、興味がないなら見なければいいんじゃないの？なんで無理して見る必要があると思っちゃうんだろう。2回目。このままだ日本に見られないような書籍とても面白かったです。ありがとうございます。ニューラルや GP のアルゴリズムと人工知能の YouTube チャンネルを作りました。ほう。YouTube チャンネルとして販売促進します。お客さんの動画に機械学習を適用させて AI 商品を販売したいのですが、ひろゆきさんなら YouTube なら法人から個人から攻めますか？まず成功事例を作らなきゃいけないので、自分のチャンネルを成功させてください。で、法人にしろ個人にしろ、それが AI でやってるのか GP なのかとかあんま関係なくて、これ買ったらうまくいくんだっていう実例があれば信じるし、実例がなければ信じないっていうぐらいのものだと思いますよ。要はやり方って、そのアルゴリズムでやってるのか、統計でやってるのか、機械学習でやってるのか、ちょっとどうでもよくて、成功するんだったら金を出す。なんかそれがよくわかんないら金を出さんみたいな、そんな話なんで、まずは成功してみてください。